おいよ、どうも IG でございます。本日なんですけども、クリスティアーノ・ロナウドの復帰は本当に失敗だったなということで、まあ我らが元監督スールシアル先生がアスレティックのインタビューにて様々なことを暴露しており、まあこの暴露した内容の面白かったトピックをね集めてみたみたいな動画は、まあやる予定とか言ったらね、やらなかった場合あれだから詳しくは言わないけど、一応やるつもりではあって、まあその暴露の中の一部でロナウドの復帰は失敗だったと話しておりました。でね、理由の方を見ていくと、スールシアル当時ロナウドではなくライスのことがね獲得したかったみたいなんだけど、上層部はねライスを獲得するお金はないと言って拒否しておりました。なのに移籍市場終盤、マンチェスターシティに獲得の噂が出ていたからか、ユナイテッドはロナウドのことを獲得することとなりました。まあ移籍金はそんな高くないから、別にロナウドに当てたお金でライス獲得できたじゃんっていうわけじゃないから、何とも言えないっちゃ何とも言えないんだけどね。でスールシャルが言うには、ニューカッスル戦は最高だったけども、それ以降はチーム全体が良くない状況になってしまい、そのような時は全員を同じ方向に引っ張っていかなきゃいけないんだけども、まあそれが難しい状況になってしまい、ダメだったから結果的に失敗したと語っておりました。まあスールシャルの理想のサッカーっていうのはね、まあ若めの選手を中心に、まあいろんな方向から得点できるサッカーを目指してたと思うので、ロナウドとそういうサッカーが相性いいかっていうと、まあそういう感じはないですし、まあロナウドの復帰っていうのはね、もともと計画されてなかったものですので、まあ実際に監督として率いたスールシャルがね、ロナウドの復帰は失敗だったって言ってるんだから、まあ失敗だったと考えていいんじゃないかなと思います。まあ僕個人としてはね、本当にロナウドの復帰って失敗だったかなっていうのがありましたので、今回動画にすることとなりました。でね、どうやって本当に失敗だったかっていうのを見ていくと、まあユベントスでのロナウドの特徴を振り返って、当時のルユナイテッドとの相性は良かったのかどうかっていうのを見ていき、スールシャル政権と教授政権をロナウドを中心に振り返っていって、最終的にどうだったのって話をしていこうかなと思います。それでは行きましょう。レッツゴー。まずロナウドの復帰は戦術的に正しかったのかどうかっていうのを見ていこうかなと思います。結論、僕は戦術的な観点から言うと、ロナウドのユナイテッド復帰は失敗だったと思っております。でね、なんでそうなったかっていうのを見ていきますと、ロナウドは復帰したシーズン38試合24ゴール3アシストと大活躍し、チーム内では得点王となり、プリメアリーグの得点ランキングでは3位にランクインしておりました。ロナウドが来る前のユナイテッドを振り返っていくと、ユナイテッドはプレミアリーグで合計73ゴールを決め、得点王のブルーノは18ゴールを決めておりました。しかしロナウドが復帰したシーズン、ユナイテッドは57得点しかすることができず、昨シーズンの得点王であるブルーノの得点は10得点ということになってしまいました。このような出来事はユナイテッドだけに起きているわけではなく、ユベントスでも起きており、ロナウドが来る前の17-18シーズン、ユベントスはセリエ A で86得点を決めており、ディバラはそのうち22ゴールを決め得点王となっておりました。しかしロナウドが来た18-19シーズン、セリエ A での得点数は70ゴールに減り、ディバラの得点は5ゴールまで減ることとなりました。ユナイテッドはロナウドの復帰によって2位から6位まで連絡することになりましたけども、ユベントスはチーム全体の得点数、ディバラの得点数は減りましたが、セリエを優勝することができております。このチャンネルの視聴者はね、ユナサポが多いので、ユナイテッドが転落したのはロナウドが復帰したからだって考えてしまう人は少ないと思います。だからね、逆になんでユベントスは得点数が減ったのにもかかわらずうまくいったのかっていうのを考えていこうかなと思います。で、なぜユベントスはうまくいってユナイテッドはうまくいかなかったのか、様々な記事やデータを見た僕の結論ですと、ロナウドを中心とするチームをユベントスはしっかり作れていたからうまくいったんじゃないかなと思いました。で、今ふわっとしたこと言ったので、まあ細かい内容を詰めていきますと、ロナウドはゴールを量産する選手でおなじみで、教授政権末期ではポストプレーを行い、守備に走り得点を取るという万能型のストライカーに覚醒しておりました。しかし、もともとロナウドのプレースタイルというのは独特となっており、ロナウドを獲得するクラブはロナウドに合わせたサッカーをすることが重要であると考えられております。ロナウドのユベントス時代のプレースタイルやスタッツとマドリー時代の全盛期のスタッツを比較しながら、ユナイテッドに復帰したばかりの頃のロナウドの特徴を振り返っていきますと、ロナウドはマドリーからセリエ A に移籍して以降、ビルドアップに関わることが増えていったらしく、マドリーではほとんどビルドアップに参加することやパスを出すこともそもそも少なかったみたいですが、ユベントスではロナウドはパスを出すようになっており、最終的に1試合あたりキーパスを 1.5 回も出すような選手に変わっていたみたいです。ユナイテッドではね、ロナウドが定期的にいいパス出して、やっぱロナウド
パスもうめえじゃんみたいになった記憶は正直あんまないですけども、結構ボールを受けに下がってきてビルドアップに参加していたような思い出は強いです。まあロナウドがビルドアップに参加することがチームにとっていい影響だったかっていうのはまたそれは別の話ではあると思うんだけど、ここでは一旦スルーして話を進めていこうと思います。とりあえずロナウドはこのようにマドリーからユベントスに移籍して進化した部分があったということでございます。しかしロナウドはユベントスでパス能力を上げることができましたけども、下がった能力も非常に多く、レアルマドリード時代の終盤でもドリブル突破をする回数やドリブルを仕掛ける回数は徐々に減っていき、終盤はほとんどそのような局面はなかったみたいですが、ユベントスに移籍して以降もその数値は上がることはなく、またロナウドの代名詞である得点も一応取り続けてはいましたが、シュート数も得点率も下がることとなっており、得点パターンはどんどん限られていき、カウンターからの得点も徐々にマドリー時代から減ってましたが、ユベントス時代も増えることはなく、ペナルティエリア外からの得点、フリーキックでの得点はほとんどなく、ロナウドのジャンプ力はねユベントスで非常に話題になったので、ヘディングでの得点は下がってないんじゃないかと思った方が多く、僕もそう思ってたんですけども、意外にもヘディングでの得点数も下がっていたということでございます。そのためロナウドの得点はペナルティエリア内での得点やインサイドでの得点が非常に増え、 PK での得点も増えていったみたいです。また年齢のこともあり、ロナウドは得点を取ることに集中するため守備に走ることは基本なく、他の選手たちが彼の分まで走らなければならないという状況はありました。とりあえずこのような条件をまとめていきますと、彼を中心にサッカーを作るのであれば、ロナウドはカウンターから得点を狙うことがあまり得意ではなくなっているため、ロナウドを指揮する監督はカウンターよりもポゼッション志向の方がいいという感じになってます。また彼は守備に参加することを好ましいと考えていないため、自然と守備戦術からハイプレスは消えていくこととなります。またロナウドの能力を最大限に活かすためには必要な選手がおり、それはマンジュキッチやベンゼマなど、ロナウドの動きを見て合わせられるオフザボールの能力やサッカー IQ の高い選手がいると、ロナウドは進化を発揮し、相棒とのコンビネーションで得点を量産することができる傾向があります。また他の選手たちもロナウドのサッカー IQ に合わせて動くことができれば、ロナウドは最大限まで活躍することができるとマドリーが証明しております。また他にはディバラやハメス、エジルなど、相手コートに押し込んだ状況でパスで違いを作ることができるチャンスメーカー、ロナウド以外にも相手の攻撃陣の脅威になることができるベイルのような選手などもいると、ロナウドは最大限まで活躍することができます。またこのような選手たちにもロナウドの代わりに守備に走ることを強要しなければなりません。ここから分かる通り、ロナウドを獲得するクラブは彼のために変更すべき点が多く、戦術の変更やロナウドに合わせて選手を獲得することがユベントスはしっかりできましたので、チャンピオンズリーグは優勝することはできませんでしたが、チーム全体の得点数やディバラの得点数が下がってもイタリア国内では無双することができました。これらロナウドが最大限に活躍できる条件を考えていくと、結果的にスールシャールはロナウドのおかげでチャンピオンズリーグ勝利することができておりましたけども、スールシャールのサッカーは基本的に素早いカウンターが得意なマルシャルやラッシュフォードが中心人物となっており、もちろんサッカー IQ が高い選手ブルーノやポグバなどが一応いるっちゃいましたけども、他の選手はっていうと、どちらかというと身体能力や勢い任せでプレーしている選手が多かったため、ロナウドのサッカー IQ についてこれる選手が多かったかっていうと、どちらかというと少なく、当時のユナイテッドとロナウドの相性っていうのはあまり良くなかったんじゃないかなと思います。またロナウドのね相棒になれるような選手、一応カバーニやリンガードも一応そうかな、まあちょっとリンガードは際どいけど、まあカバーニはロナウドの相棒になれる素質は持っておりましたが、カバーニは永遠に怪我をしていたため、共演した際はね素晴らしい活躍をしてたんですけど、まあ結果的にそのようなシーンはほとんど見れることができず、リンガードもね相性良さそうな感じはしますが、ポジション争いの相手がブルーノということですので、まあなかなかロナウドと一緒にプレーすることは少なく、ロナウドにとって当時のマンチェスターユナイテッドっていうのは古巣ではあるものの、非常にやりづらい環境だったんじゃないかなと思います。そしてね教授政権も一応振り返っていきますと、教授もスールシャルと同じく基本的にカウンターのような縦に速いサッカーで成り上がった監督となっており、守備戦術はゲーゲンプレスの基礎を作った監督として知られております。これらの特徴を考えると、ロナウドと教授の相性がいいわけがなく、教授が最初に行ったミーティングで今のユナイテッドには守備がいかに必要かっていう話を教授はしてたみたいなんですけども、それを聞いてロナウドがねユナイテッドに失望を感じたっていうエピソードがあります。ロナウド視点でねこのことを考えていくと、いや俺のこと全く考えてないやユナイテッド
なんなんってなっても全然おかしくないと思いますし、フロント陣営がね、そもそも冬の移籍市場で補強することを許さず、今いる戦力でチャンピオンズリーグ優勝やプレミアリーグでの4位フィニッシュを目指すのであれば、ぶっちゃけハイプレスやね、カウンターサッカーの文化を作った教授を招集するのではなく、かつてメッシとスアレスなど守備のしない選手たちを最大限まで生かすシステムを作り、バルセロナを国内で無双させ続けたバルベルデ監督を招集すべきだったんじゃないかなと思ってしまいました。今話したことを全てまとめていきますと、彼ら2人の監督とロナウドの相性というのは非常に悪く、そもそもツールシャールのあのような結果はロナウドが復帰しようとしまいと戦術にね限界があったような感じがするので、変わらないような感じがしますが、ロナウドの復帰はツールシャールにとって悪いものということとなり、ツールシャールは結果を出せず解任。そしてフロント側はロナウドとの相性をあまり考えず、ラルフ・ラングニック教授をユナイテッドの暫定監督に招集。一応教授とロナウドは相性が悪かったものの、ロナウドは活躍し続け一応チームを救っておりましたが、チャンピオンズリーグ出場権を逃し、歴代で最低な記録を教授は達成することとなりました。これらのことを考えると、ロナウドはユナイテッドに復帰して定期的に救ってはいたものの、本来計画になかったロナウドを獲得したことはサンチェスを獲得した時と同様にユナイテッドのエゴでしかなく、ロナウドとユナイテッドの別れ方を振り返っていくと、ツールシャルがロナウドの復帰は失敗だったって言ったことは別に変な話ではないんじゃないかなと思ってしまいました。まあ今からちょっと話す話はちょっと日本語難しいんだけど、ロナウドのユナイテッド復帰ってさ、まあロナウドの失敗ではないよね。ロナウドの特徴や、まあ監督たちの特徴を考えずに、まあロナウドを復帰させてしまったユナイテッドの失敗だったんじゃないかなと思ってしまいました。まあ俺は壁にするぐらいロナシンだから、まあちょっとあれな部分はあるんだけど、ツールシャルもね、ラングニックも相性が悪いのにあれだけ活躍してたわけだから、なんかロナウドが失敗したっていうよりかは、まあユナイテッドが失敗したっていう風にしても、まあ違和感はないっていうか、まあ経緯とかを振り返ると、まあそういう方が正しいのかなと個人的には思いました。まあとりあえずね、戦術的な特徴とか、まあデータとかを見てロナウドの復帰はね、まあユナイテッドの失敗だったんじゃないかっていう話にしてしまいましたけども、まあ実際どうだったのかっていうのはさ、まあ結論出すだけじゃなくて振り返ってた方が面白いかなと思ったので、ツールシャル政権、教授政権とロナウドを軽く振り返って、本当に失敗だったかどうかっていうのを考え直していきたいかなと思います。とりあえずツールシャル政権、まずロナウドが復帰する前の3試合を振り返っていくと、開幕戦はリーズ相手に5対0で快勝することができ、超イヤーって感じでございましたけども、その後のセインツ戦は1対1で引き分け、ウルブス戦は0対1と渋い展開での勝利となり、この2つの試合の勝因はグリーンウッドが覚醒したからっていうことでしたので、開幕戦はね非常に良かったんですが、あれ今シーズンのユナイテッド大丈夫かっていう風な空気だったのは皆さん覚えてる方多いんじゃないかなと思います。そのためロナウドが復帰したニューカッスル戦、まあロナウドが復帰したバイアスももちろんかかってるとは思うんですけど、ロナウドが超希望だったっていうか、あ、プレミアリーグ優勝やチャンピオンズリーグ優勝を狙うために必要だったのはロナウドだったんだねっていう感じのバイブスになったような思い出が本当に強いですし、そう思ったのは僕だけじゃなかったんじゃないかなと思います。でもそっからね、ニューカッスル戦みたいな感動がリーグ戦で見れたかっていうと、そういうことはなく、ニューカッスル戦以降のツールシャールのリーグ戦というのは2勝1分け6敗となっており、勝利した試合はハマーズ戦とトッテナム戦の2つとなっております。またこの2試合でロナウドが得点していなかった場合、ハマーズ戦は1対1の引き分けとなり、スパーズ戦ロナウドは1ゴール1アシストの活躍をしていることから1対0の勝利であったという風に考えることができます。まあロナウドが不在だったら不在だったで、グリーンウッドが得点してたりブルーノが得点してたりっていう可能性はありますから、ロナウドがいなかったら1対1だったよねとか0対1で勝利だったよねっていう話はガバガバとなっておりますので、深く考えないでほしいなと思います。でリーグ戦にはない輝きを我々に見せてくれたチャンピオンズリーグを振り返っていきますと、忘れがちですがチャンピオンズリーグの初戦ヤングボーイズ戦は意外にも敗北しており、一応ロナウドはね息を吸うような感じでささっと得点してくれたんですが、我々もねささっと失点してしまい同点となり、最終的にねなかなか逆転することができず、むしろ兄貴のミスによってヤングボーイズに追加点を奪われ敗北することとなり、結果的にそれ以降は無敗で首位突破を決めることができましたが、チャンピオンズリーグ2試合目のビジャレアル戦は試合終盤にロナウドがゴールを決めたことにより勝利できたということになってて、3試合目のアタランタ戦もロナウドが決めてくれたから逆転勝利をすることができ、そして2回目のアタランタ戦はロナウドが2得点決めたことで同点になることができましたし、また同点弾は再び試合終盤で劇的なゴールとなっておりました。まとめるとロナウドはツールシャル政権のチャンピオンズリーグ4試合で4ゴールの活躍をかまし、そのうち3試合でチームに勝ち点を与えております。このことを考えると、もしロナウドがいなかった場合ユナイテッド
言える気してたんじゃないかなと思います。真面目に振り返るとさ、ビジャレール戦、アタランタ戦、この3試合のロナウドの逆転弾とか同点弾とかってさ、本当劇的だったじゃん。いやもちろんね、ロナウドの代わりにね、ユナイテッドの選手が試合終盤じゃなくて序盤に決めてたり中盤に決めてたりしてね、普通に勝ってた展開とかもあり得るとは思うんだけど、なんか当時ってさ、まあなんかロナウドのせいでチームうまくいってねえなっていう感じより、チームうまくいってないけどロナウドがいるからなんとかなったなっていう展開が多かったと思うんですよ。だからマジで俺はロナウドがいなかった時のスールシャル政権のユナイテッドは普通に言える気をかましてたんじゃないかなと思っております。まあこれはね、あくまでも俺の思い出補正込みの話なので、いやそんなわけねえだろ IG、 グリーンウッドやブルーノがバチバチに決めてたわっていう意見があっても全然おかしくないと思いますし、そういう意見を聞きたいと思ってるので、コメント欄に弁明してくださると幸いです。でスールシャル政権の細かい戦績の方を見ていきますと、スールシャルのラストシーズンの戦績は17試合7勝3分け7敗となっており、得点数は28で失点数は29となっておりました。そしてスールシャル政権のロナウドのスタッツ見ていきますと、13試合5勝2分け6敗となっており、スタッツは13試合9ゴール2アシストとなっております。そのうちロナウドの得点で勝利できた試合、引き分けにできた試合は CL だと3試合、リーグ戦だと2試合あるということでございます。そのためロナウドが不在で他の選手が覚醒していなかったことを考えていくと、ロナウドが不在のスールシャル時代の戦績は17試合2勝3分け12敗となる可能性が高く、チャンピオンズリーググループステージも敗退している可能性が高そうなので、ロナウドとスールシャルの相性が悪いっていう話はまあ最初のパートで話しましたけど、まあロナウドがいなかった場合の成績を妄想するとこんな感じとなっておりますから、ロナウドのユナイテッドの時失敗だったって最初のパートでは言ったけど、いや失敗じゃなかったかもしれないなとスールシャル政権を振り返って思ってしまいました。まあこれは本当にあくまでも俺の妄想だし、ロナウドがいなかったらね、こんだけユナイテッド負けてたかもしれないとか、得点がね減ってね全然ダメダメだったかもしれないって話は結構強引だから、本当に皆さんの妄想をねコメント欄に聞かせてほしいし、いろんなコメントがあるとね動画も伸びやすくなるし、俺のね教養も広がって楽しいので、ぜひとも皆さんコメント欄に皆様の妄想をお聞かせください。またロナウドではなくライスが来ていた場合、一応ね失点数が29と非常に多いので、もしかしたらライス来たことによってね、チームの守備力が向上して、まあ守備中盤にね守備的なやつが来たことによってさ、まあポグバやブルーノが生き生きとやって、まあロナウドがいないからグリーンウッドがさもうガンガンやって、全然チャンピオンズリーグもグループステージ首位突破、リーグ戦もなんだろうリバプールとかレスターにあんなにボロ負けすることはなかったぜっていう世界戦が全然あってもいいんだけど、スールシャル政権でロナウドが出していた9ゴール2アシストの活躍を他の選手たちが補填できてたかっていうと、まあ似たような活躍はブルーノがねやれそうな感じはするんだけど、ブルーノもね好調だったかっていうと開幕戦以降結構微妙だった気がするので、総合的に見ると俺はやっぱロナウドいなかったらスールシャル政権末期はきつかったんじゃないかなと思ってしまいました。総合的に見るとロナウドの復帰は失敗だった感じはするけど、スールシャル政権の時はまあロナウドの復帰って失敗じゃなかったんじゃないかなっていう風にしていいと俺は思いました。おいえお、さあ悪夢の教授政権と当時のロナウドを振り返っていきますと、ロナウドは教授政権にて22試合で12ゴール1アシストと活躍し、チェルシー戦を引き分けに導きつつ、ノリッツ戦、バーンリー戦、スパーズ戦、ノリッツ戦、この4試合を自身の得点により勝利に導いており、またスパーズ戦とノリッツ戦に至ってはハットトリックをしてユナイテッドを勝たせたということでございました。あのロナウドのハットトリックはえげつなかったですし、本当に忘れられないというか、いや特に覚えてるのやっぱでも両方だな、特にとかじゃねえわ、両方覚えてる。ノリッツ戦もねスパーズ戦も両方ハットトリック最高だったし、いやでもどっちかっていうとフリーキックどうせ決めないだろうなっていう感じのことをやってたのよユナイテッドでね。でもノリッツ戦のフリーキックに限ってはもうロナウドが行った瞬間、あ俺入るわって思ったのが本当覚えてて、忘れらんない話っていうか、もう忘れらんない試合の一つだよね。まあ相手ノリッチなんだけど、本当にあの時のロナウドっていうのはもうチートっていうかもう最高だったと思います。で教授政権を見ていくと、教授政権は29試合11勝9分け9敗となっておりますので、ロナウドが不在だった場合、また強引なんですけど29試合7勝8分け14敗になった可能性が考えられ、最終節にねハマーズがしくじったおかげで我々ユナイテッドはテンハグ政権にてヨーロッパリーグに出場することができましたけど、ロナウドが不在だった場合はこの戦績だとヨーロッパリーグに出れてない可能性というのが高いような感じがしました。ユナイテッドがねあのシーズン EL に出れてないとなると、バルサとの伝説のヨーロッパリーグ決勝が見れなかったということですから、まあ個人的にそれはすごく
寂しいですし、ロナウドには本当に感謝しかないなと思っております。とりあえずここから教授とねロナウドの関係性振り返っていきますと、ロナウドと教授というのは非常に仲が悪く、ロナウドは対談する際のインタビューにて、なぜコーチがユナイテッドの監督になれるんだいとラングニックのことを酷評しており、ロナウドはラングニックが最初のミーティングで、他のクラブと比較するとお前らには守備が足りないみたいな話をしたことから、ユナイテッドが彼を雇ったことに失望を感じたということが報道されており、一応ロナウドは失望を感じたらしいですが、教授政権の初期はラングニックの言う通りしっかり試合中走り回っておりました。しかしそれは長く続かず、一応ね守備はするけども、まあラングニック政権初期みたいにバカみたいに走るみたいなことはなかった記憶が強いです。またラングニックもロナウドと同様に、ロナウドと自分の相性は悪いと考え、就任してからすぐの冬の移籍市場でロナウドは自分の戦術と合わないから、彼を退団させて新しい選手を獲得してほしいとクラブ側に提案し、新しく獲得したい選手にユリアン・アルバレスとブラボビッチを提案しておりました。しかしクラブ側はラングニックのことを暫定監督としか見ておらず、ツールシャル政権でロナウドは最も活躍した選手って今シーズン帰ってきたばかりのヒーローということでしたから、ラングニックの主張を無視し、ラングニックはクラブ側に無視されましたけども、めげることなく自分の戦術を妥協し、様々な戦術を試すことになりましたが、前線の選手が走るサッカーで成り上がった監督であるため、この妥協にも限界を感じ、マンチェスターダービーではロナウドをスタメンから外し、ポグバとブルーノをフォルスナインとして扱う戦術を試しましたが、結果的に4対1で敗北することとなり、マンチェスターダービーというビッグマッチで自分のことをスタメンから外した教授をロナウドが心よく思うはずがなく、それ以降ロナウドと教授の関係はさらに悪化していくこととなり、ロナウドはシーズン終盤、練習内容によってはチーム練習ではなく個人練習を選ぶようになるだと、相当彼ら2人の関係が悪かったことがアスレティックによって明らかになっております。またそれだけではなく、ロナウドは教授に対して自分の能力を生かすために2トップをするべきだと提案し、それに加えてサンチュやマグワイアを起用すべきではないとも教授に伝えておりました。これらのエピソードを振り返っていくと、教授とロナウドはめちゃくちゃ仲が悪いってことは分かったと思います。しかしながら教授はロナウドのことを起用し続けており、その理由はカバーニが怪我でほとんどいなかったこと、グリーンウッドが逮捕されたことが原因となっております。またロナウドもね、教授政権ずっとスーパーヒーローだったかっていうとそういうわけではなく、まあ教授が最初走らせるサッカーをしてたからか、本当に1月の間はロナウド不調な時期が続いており、ダメダメだった時期は本当にありましたけど、まあ最終的に覚醒することに成功し、最終的にチームに勝ち点13点を与える活躍をしておりました。なのでロナウドの存在っていうのはね、教授にとって非常に厄介なものだったんですけども、重要な選手となっており、教授政権にロナウドがいなかった場合、もっと悲惨な未来が待ってたんじゃないかなと思ってしまいました。まあけどね、けどもスールシャールと、まあ、ラングニック先生違いがありまして、ラングニック先生はねサッカーの方というのがしっかり存在しており、もしロナウドがねいなかったのであれば、全員がプレスに走るいい感じのサッカーを行っていた可能性というのはまあ高いわけじゃないですが存在しており、そのような妄想は全然スールシャールの時とは違う結果が起きるっていうのはあり得ることだと思います。しかしね、教授の戦術、一応ロナウドがいるからかなり妥協してね、チームに戦術を説明し落とし込んでたみたいなんですけども、そのようなね妥協した戦術だったからか、あっさりノリッチシティにね攻略されてたような思い出もあるので、バチバチな戦術をね全員に仕込んでやったら、ノリッチなんかにも負けないぜ、俺の戦術は完璧だぜみたいな感じだった可能性はあるっちゃあるんですけど、ロナウドがいなかったら教授がめちゃくちゃうまくいってたかっていうとそういう感じもしないので、まあ結局ロナウドがいて教授にとっても良かったんじゃないかなと思ってしまいました。まあ以上ロナウドの復帰したシーズンの方を、まあ軽くですが振り返ってみました。まあロナウドの復帰っていうのはね、やっぱ戦術的に考えるとやっぱどうやってもあまり良くなかったよねって感じで結論付けることができますが、しっかりシーズンの方を振り返っていくと、やっぱりロナウドじゃなかったらもっとスルシャル政権ひどかったような気がするし、ラングニック政権もねもっとひどかったよねっていう感じがどうしてもしてしまったので、俺は最初にねロナウドの復帰は失敗だったって言いましたが、結果的に失敗ではなかったんじゃないかなと思ってしまいました。まあこれはあくまでも僕のね感想にすぎませんので、皆さんの意見をコメント欄にて聞かせてくれるといいかなと思ってます。まあ以上で今回の動画終わろうかなと思います。いやなんか検証系の動画今後作っていこうと思ってた矢先、今スルシャルがあのような暴露したのって、ロナウドのユナイテッド復帰は失敗だったかっていう話を動画にさせていただきました。まあこのような検証動画受けが良かったら、まあ俺が考えてる検証動画なんかちょこちょこあるので、まあバチバチに作っていこうと思いますので、感想の方も良ければコメント欄に弁入してください。以上で今回の動画終わろうかなと思います。それではまた明日の動画でお会いしましょうってことで、チャ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